三期生と接点ありますか？私は、はい、村山さんと、連絡先を交換させていただいてて、初耳だ。はい、初情報です。そうなんですよね。そういうなんか小西四期、日向の四期の小西と村山さんが仲いいじゃないですか。あ、仲いいですね。はい、すごい、めちゃめちゃ仲いいですよね。めっちゃなんかすごい仲いいイメージです。ですよね、うん、雰囲気が似てて。確かに二人ともクールですね。はい、平尾と仲いいですよね。平尾の仲いいです。そうですよね、はい、よくお話聞き、はい、聞きますか、はい、そう、ちょっとお話しさせていただいてるんですけど、はい、あとはキラリと仲いいですね。あ、そうだ、テーマパーク、はい、行きましたよね。テーマパーク行ったんですよ。そうだそうだ、ぜひこれで仲良くなって、はいはい、私たちもどっか行けたら嬉しいです。はい、こちらこそです。私、とんかつラーメン大好きで。え、本当ですか？嘘。え、一番とんかつラーメンが好きでしたっけ？はい、大好きです。行きたいです。え、ぜひ。え、本当ですか？一緒に行きたいです。やった。え、嬉しい。え、いろんなのやりたい。え、一緒にさ、峠行かない？え、私峠やりたいの。行こうよ、絶対行こうよ。峠絶対いいよ。やりたい。第2弾山下と遊んでみましたっていうなど。うん、あ、いい、うん、早い。めっちゃ早い。優しい、ね、やりたいね。やりたい、うん、しーちゃんはツッコミ担当。私、うん、そうね、そうかも、うん、感じてた。そうだよね、うん、なんかそう、どこまで突っ込んでいいんだろうって今日ずっと踏み込むの迷ってた。めちゃめちゃ来てほしい。めちゃめちゃ嬉しい。突っ込まれたい側。え、突っ込みたい私も。なんか突っ込まれ側の人ってさ、なんかさ突っ込みたがるよね。そうなの。私のさ同期にもいるわ。え、誰？村井優。おお、なんかね、同じ匂い感じる、うん、やった、嬉しい。でも優もね、同じ反応すると思う。なんか今想像ついちゃった。嬉しいね。めっちゃ同じ反応すると思う、うん、よし、よろしくお願いします。混ぜるの危険だと思う。心配よ。本当？え、じゃあ大型の血も入ってる？うん、入ってそうじゃない？入ってそう。同じ匂いがする。いや、なんかちょっとさっきからずっといっぱい言ってる。え、平尾ちゃんともこのテンションで話すの？え、平尾がやばい。あの、人が大好きだから、あの子、うん、だからめちゃめちゃね、喋ってくれる。やばいかな、それって。普通だと思う。もうね、めっちゃ喋る人って何て言うんでしたっけ？松田里奈さん、キャプテンの松田里奈さんとね、うん、こうハルハルに会う前に話してたんだけど、うん、ハルハルと話したいって。本当？本当。本当に、うん、めっちゃ嬉しい。待って、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。書いて、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 書い